2019年6月米朝首脳会談は2019年6月30日にアメリカのドナルド・トランプ大統領と北朝鮮の金正恩国務委員会委員長県朝鮮労働党委員長が反門点にて言った面会の通称である。これを首脳会談と解釈するなら3回目の首脳会談となるがアメリカ政府は 首脳会談でも交渉でもなく両首脳が面会しただけと主張しているほか北朝鮮側も2ヶ月後の2019年8月にトランプに当てた新書の中で第3回目の米朝首脳会談の開催を呼びかけたとされており両国ともこれが米朝首脳会談であったという見解は示していないこれに先立つ顔合わせの際にトランプは現職の大統領として 初めて南北軍事境界線を越えて北朝鮮側に入国し、そして米朝両国は停滞している米朝実務者協議を早期に再開すると同意した。2019年2月にベトナムのハノイで開催された首脳会談が物別れに終わって、以来両国間の非核化に向けた動きはストップする形となったが、6月に入ってトランプ大統領と金正恩委員長は所管を やり取り取しし双方が良好な関係をアピールした一方で、アメリカのホワイトハウスは、大阪府大阪市での G20、大阪サミット開催の数日前に、トランプが G20 終了後に、韓国を訪問する際に北朝鮮との首脳会談を行う予定はないとしていたほか、トランプ自身も直接会談ではなく、別の形で対話する可能性を示唆した。 しかし6月29日に G20 サミットに出席していたトランプは自身のツイッターでキム・ジョンウンと反問点で会うことを提案した。さらに G20 の一環で行われたサウジアラビアのムハンマド皇太子との朝食会の場でももし彼が非武装地帯にいたら可能であれば2分間我々は会うだろうと語り、これに北朝鮮の最良し姫ガイム第一時間が 興味深い提案と前向きな反応を示した。G20 サミットを終えたトランプは韓国を訪問し、翌30日午前に青画台で韓国のムンジェイン大統領との米韓首脳会談を終えた後の共同記者会見でも、昨日、ここまで来るのだから、金委員長に挨拶をしたらどうかという考えが頭に浮かんだと発言した。しかし、当時アメリカのジョン・ボルトン、 国家安全保障問題担当大統領補佐官が表した自身の回顧録によれば、ムンジェインの参加は当初想定されておらず、アメリカ側の数度の拒否にもかかわらず、韓国が米朝首脳の対面に割って入った形になったとしている。この後米官僚首脳は、軽軌道派州市の非武装地帯に位置する国連軍基地の訪問と軍事境界線への視察を経て、反問店へ移動し、 トランプと金が面会した。その際にトランプは軍事境界線のブロックを越え現職の大統領として初めて北朝鮮に入国した。トランプ大統領の北朝鮮入国後に米朝両首脳は韓国入りし会談場前でムンジェイン大統領と合流し、史上初めてアメリカが死中国、韓国、北朝鮮の三首脳が一堂に会した。 前日の朝食会でトランプ大統領は会談時間は2分間しかないだろうと発言していたが実際には53分間にわたってキム・ジョンウン委員長との会談を行った。米朝首脳会談は前任のオバマ大統領の時代から調整が進められていたとトランプが発言した。なお、キム・ジョンウン委員長はバラク・オバマ大統領との首脳会談を拒否していたという。 2020年6月に発売されたジョン・ボルトンの回顧録ザ・ルーム・ウェイット・ハ分度』A エイホワイトハウスメモアールによれば当初トランプはキム・ジョン・ウンと二人だけで統一格で会うつもりだった。ところが6月30日の米韓首脳会談の場でムン・ジェインが自分がいなければ不自然に見えるだろうと参加する意向を伝え可能であれば三者会談にすることまで望んだという。 トランプはムンジェインが近くにいないことを望んでおり、アメリカ側は前日の夜に北朝鮮側にムンジェインの参加を打診したが、北朝鮮側が拒否したため参加は認められないと主張したがムンジェインは納得せず、なおも食い下がった。トランプは警護上の理由で再度拒否し、米朝首脳で面会した後、カラス山空軍基地で再び会談してもよいと妥協案を示したが、 ムンジェインは結局 DMZ 内までトランプと同行し、トランプとキム・ジョンウンを韓国側にある自由の家に案内することとなった。ボルトン自身は米朝首脳の対面そのものに乗り気ではなかったが、トランプだけでなく、キム・ジョンウンもムンジェインとの対面を望んでいないと見ていたため、ムンジェインの割り込みによって台無しになる、かすかな希望を抱いていたとも明かしている。 この回ロ録の中身が明らかとなって青瓦台は、ボルトンに対する猛反発を見せ、韓国の帝義洋国家安全保障室長は、主席秘書官を通じて、回ロ録は、かなりの部分の事実が大きく歪曲されていると反論。一方で野党の未来統合党からは、対北政策の失敗が立証されたと、ムンジェイン政権への批判が行われた。ウィキメディアコモンズには、 2019年6月米朝首脳会談に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。